メス日和田さんへの道はここですかね。ここな感じします。ちょっと行ってみます。よいしょ。プンです。今日は駒川駅に来ました。ここからメス日和田さん、小滝などをめぐり、駒本郷をぐるっと歩いていきたいと思います。それでは出発します。今日はオス日和田さんとメス日和田さんに登っていこうと思っているのですが、日和田さんって掃除法になってるんですよね。いつも登っている日和田さんがオス日和田さん、もう一つのメス日和田さんですね。そちら登ったことがなかったので、今日は今年初の日和田さん登山ということで、オス日和田さん、メス日和田さん登っていきたいと思います。とっても楽しみです。1の鳥居からのルートはあちらの方からぐーっと男坂女坂で登っていくという感じです。私は神社を経由してこちらからぐーっと登ってみようと思います。こちらが登山口となってるみたいですね。こちらにリヤカーが置いてありますが、お子さんたちがソリとかで遊んでるみたいなんですよね、あちらの方で。それでは登っていきましょう。しょ、おみんな楽しいソリで遊んでる。こちら神社が見えてきましたね。よろしくお願いします。皆さんに人気のある一の鳥居のコースとは違って登られてる方は少ないですが、山道を歩いているという感じで静かでとても気持ちいいです。標識が出てきましたね。日和田山山頂。こちら倒木がありますね。よいしょ。いいと。もうこのなんか本当細い道なんですけど、一本ピューってなってて気持ちいいですね、非常に。今こちらから登ってきました。あともう少しで頂上だと思うんですよね。オス日和田さん到着しました。イエーイ。それではオス日和田さん登ったので、次はメス日和田さんに向かいます。メス日和田さんへの道はここですかね。ここな感じします。ちょっと行ってみます。よいしょ。なんか道になってるよね。ちゃんとした道になってますね。踏み跡もちゃんとあります。ちょっと急ではあるんですけど、気をつけてちょっと進んでいこうかと思います。なんか気持ちいいぐらいまっすぐな道なんですけど、合ってんのかな、大丈夫かな。おー、すごい、なんか快適。今これ登ってますよね。メス日和田さん到着するのかな。登ってますよね、今。確実に登ってると思うんですけど、これだ。メス日和田さん260m です。眺望はこのような感じで木々に囲まれてます。
でも気持ちいい、ここ。こちらはケルンのような石がねちゃんと積み重なってて、おお、いや嬉しい。それではネスヒワダさん満喫したので、同じルートを戻って二の鳥居で休憩したいと思います。よいしょ、ほう、元のルートに戻ってこれました。非常に混んでますね、とても混んでます。やはり二の鳥居は人気がありますね。晴れてきたんでね、最高の登山日和になってきてます。綺麗だな。今日は鍋焼きうどんでランチをしていきます。完成です。それでは二の鳥居を出発します。次に向かっているのは小滝です。小滝も初めて行くのでとっても楽しみです。行けますかね、どうなんだろう。こちらに木がこのようになってるんですけれども、こちらが小滝がある方面だと思うので、ちょっと向かってみますね。今日はお昼過ぎからとっても暖かくなったんでね、とてももう二の鳥居でほんとまったりしちゃいました。もうポカポカって気分でうとうとってなってましたけど、こちらに金色のリボンありますね。駒駅まで60分ってなってますね。こちらにはこちら、あ、小滝って書いてあります。小滝ってこちらですね。ちょっと行ってみます。あ、こちらにも小滝、あっちってなってますね。合ってたみたいです。向かいます。小滝そっち、そっちなんですね。あ、ロープだ、ロープで下るんだ。これ結構ロープですね。結構これずるずると行っちゃいそう。頑張ってちょっとこちらを一回切りまして、小滝、小滝です。あー、ちょろちょろとですけれども出てますね。あー、ほんとちょろちょろですけど見えますかね。あちらに滴ってます。幻の滝、小滝ですね。大きな岩の間からポタポタと滴ってますね、お水が。いやー、これ結構なこの岩の中というか岩の間にいます。迫力満点。うわー、これは最高だな。すごい、やっぱり見れてよかった、来てよかった、来れてよかった。あー、よかった、本当に。いや、すごいです。思ったよりもすごく迫力があります。お水は滴ってる程度なんですけど、この周りの岩がすごいですね。迫力が、いや、突如と、なんだろう、ここに大きな岩でここに滝が流れてるという小滝ですね。へえ。うん、難しい。うん、ここら辺で食うかがだもんな。何だって気に入って。
こちらの2本の木もすごいですよね。すっごい迫力があるんですけど、こちらも。それでは小滝にお別れを告げて高差山目指していきたいと思います。また来るね。分岐のところまで戻ってきました。ああ本当に小滝素晴らしいもの見させていただきましたね。それでは高差山目指さないとです。先ほどの小滝の入り口のそこまで戻ってきましたね。それでは今年初の高差山ですね。高差山山頂332メートルです。イエイ。はあ、ここからの山も綺麗だ。はあ、それでは下山をしていきたいと思います。いい顔にすると思ったらローバイです。ふーって今風が来て、あれと思ったらローバイだ。いいですね。こちら物見山方向ですね。今日は登らないので金着田を巡りながら帰っていこうかと思います。こちら 275.7m のピークです。こちら座禅岩ですかね。座禅をする岩なんですかね。ツルツルですね。この時間でツルツルだからずっとツルツルなんだろうな。見えますかね、あそこに鯉の集団が固まってじーっとしてる。体力温存ですかね。あんなにうじゃうじゃあるのが動いてないんですよ、鯉さん。すごいですね、体力温存だ。現着だ、こちらですね。こちらはオーガニックの美味しいお店のアリさんです。現着だに来ました。四季の景色でいうとマンジュシャゲの葉が生い茂ってるんですかね。今は巾着田河原遊歩道入り口。サギですかね。かっこいいですね。大きい。こちらのサギ。いいな。近くにちっちゃい、あ、飛んでっちゃう。バイバイ。ガーガーガー。優雅だな。見えます皆さん。一番左に鳥居がありますね。2の鳥居ですね。で、あちらが、オス、ひわださんです。オス、ひわださん。で、こちらが、メス、ひわださんです。行ってきました、両方。両方行ったんですよ。ほー。なるほど。掃除法になってますね。かっこいいなぁ。まんじゅしゃげ。あ、違う。巾着田まんじゅしゃげ公園。入ってきまーす。先ほどの看板と同じで、青々としてます。巾着田の葉っぱでーす。すごいですね。巾着田が咲いてたとって、まるっきり違いますね。なんか、ニラみたいですね。ニラみたいな感じなのがいっぱいある。すごーい。なんでこんなことになるんだろう。ニラじゃないな。すごい面白い。ニラの葉のようなものが、マンジュシャグの葉のようです。今日はおやつに、トップバリューのミネラルを
飲んでいきたいと思います。ドレミファバス渡って帰っていきましょう。ずいぶん前はこの石のところをぴょんぴょん飛んでドレミファバスだったんですけどね。まあ危なくはないですよね。こうやって木張ってもらった方のがお子さんとかは危険じゃないかもしれないですね。今日は駒川駅から岩田山、小滝、高差し山と歩いてきました。まずオスの岩田山、いつも登っている岩田山を一の鳥居からではないルート、神社を経由するルートですね、あちらのルートから登ってみました。結構それで次に向かったのがメス岩田さんです。初めてだったんで行けるかなってちょっと心配はしてたんですけど、結構明瞭な道だったので、歩きやすく目印もいっぱいつけてくれてたので分かりやすかったです。ありがたかったです。山頂は眺望はないんですけれども、ちょっと広々としていて、あの空間はとても落ち着ける空間でしたね。また岩田さんの違った面が見えて面白いなと思いましたね。そして二の鳥居でランチをしました。鍋焼きうどん腹ごしらえしたのでね、その後は小滝に向かいました。小滝までのルートは調べてはいたので、ある程度のことは分かってたんですけれども、近くまで行ったらテープで小滝と書いてあったり、金色のリボンみたいのが巻かれてあったりと、いろいろと分かりやすくなってました。とてもありがたかったです。行きます。それで小滝ですね、とっても迫力ありました。思っていたのよりも数倍すごいなと思いました。ああいう感じなんだっていう、なんでしょう、ドーンって感じでした。とてもパワーをもらった感じがします。本当行けてよかったなと思います。また行きたいなと思います。その後に向かったのが高差し山ですね。その後巾着団に寄りながら今駒川駅に向かっているという感じですね。今日は知らない岩田さんがたくさん見れたので本当にとっても楽しかったです。これからも楽しく歩いていきたいなと思ってます。最後まで見ていただきありがとうございました。